なんかこんなのがあるよ。ちょっとカビ生えてしまう。ん？何これ？俺こんなの入れないもん。赤が増え、まが。食べるの？食べるの？食べるの？今はいい。いつ食べるの？ずっと入ってるけど。夜気にしてないし、
あら早めに出ないと郵便局開いてんのかな。郵便局は24時間開いてるでしょ。浅草、浅草だったらね、浅草郵便局だったら、うん、ちょっとその時間も必要だよ。早めに、あの窓口に行かないと。夜間窓口、ね、10分ぐらいあれば帰れるでしょ。10分もかかんないと思う。すぐ帰ると思う。でも早めにちょっと出ないと。45分じゃちょっと無理だ。じゃあどうするの？遅刻する？遅刻はしないよ。どっち選択するの？遅刻はしないよ。じゃあどうすんの？だから早く食べるの。早く無理だよ。もうできたよ。でも1時間もかかんないでしょ、恵比寿まで。あそこからまた10分くらいあるじゃん。何線？何線かかっていいんだから。でもそれでも10分、15分くらい。
てる。めちゃめちゃいい。ここにもあるよ。2つ買ったもん。安くするんでしょ。俺いらない。なんで？なんでも。いや食べたくないならいいよ。別に。
よいしょ。中国人が女ら6人逮捕っていう記事ですね。この事件はですね、アメリカやカナダからですね、国際郵便を使って覚醒剤を日本に密輸しようとした事件です。郵便で覚醒剤を送ってたんですけれども、実はそれは大阪で発見して発見されていて、そんな郵便物の配達先を操作して犯人を検挙したという。ということは、少なくともアメリカやカナダに仲間がいるということで、国際的な組織犯罪ということになると思いますね。なので、捕まったのは末端の構成員の可能性があって、実はもっとたくさんの仲間が日本にいる可能性はありますね。で、ここでですね、薬物犯罪に関する刑罰のことを考えてみたいんですけども、中国ではですね、薬物の種類と量にもよるんですけども、密輸したり、運搬したり、販売したりしたらですね、死刑になるケースもあるわけですよ。非常に厳しいですね。で、これって中国だけ厳しいのかなと思ったら、そうではなくて、死刑など非常に厳しい刑罰が課せられる国っていうのは珍しくないんですね。なので、日本の刑罰は日本の周辺の国と比べるとかなり軽いんですよ。例えば日本人でも中国で薬物の運搬に絡んだということで身柄を拘束されて死刑判決が出るんじゃないかということで注目されていた人がいました。なので以前薬物に関するコンテンツというのを作ったことあるんですけど、その時も申し上げましたが、日本というのは周辺の国から見ればですね、豊かな国なんですよ。日本人自身はですね、今日本の経済は現状維持か、もしかすると縮小していってるんじゃないかと感じている人も多いと思いますが、周辺の国からすればですね、豊かな国、その国で薬物犯罪に対する刑罰が緩いってなると、どこの国で密輸しようかって考える国際的な犯罪組織はですね、日本をターゲットにするに決まってるわけですよ。他の住まい暮らしをコーディネートホームコーディダイニングニューライフをオートサイトに一つ商品をご紹介。抜群の温泉温かさに包まれる西川豪華ゲスト 4K 放送もネット動画も楽しめるシャープ50ミリ型 4K チューナー搭載液晶テレビ。準備が簡単、シンプル操作のブラザー。あなたの叶えたい願いは何ですか？他の国で密輸やったら死刑になるかもしれないけども、日本が出たら何年かすれば出てこれると、うまくいけばすごく儲かると。つまり日本のシステムっていうのは世界中の薬物犯罪組織を呼び寄せるような仕組みになっちゃってる。今フィリピンなんかはですね、麻薬に関係した人間はもうその場で射殺するとか言ってるぐらいですかね。そんなところで薬物犯罪をやるよりは日本に行った方がいいわってなっちゃいますからね。そして実際にこういう事件が摘発されてるってことなので、こういうその末端の構成員ですね、実際にその薬物を受け取るなんてのは一番危険な仕事なわけで、それやらされてるのは下っ端だと思うんですよ。実際に利益を得ている元締めみたいなのを捕まえないと意味ないですから、そういう連中も一網打尽にしてもらいたいなと思うのと同時に、もっと密輸とか運搬とか販売に関してはですね、厳しい刑を課す、そして非常にでかい罰金を取ると、経済的に見合わないぐらいでかい罰金を課すと、そういうルールにしていかない。
世界中から日本がターゲットされると、そういう感じになっちゃうと思います。そして今回もう一つ中国の話なんですけども、中国にアパレルブランドでクイレンニャオっていうのがあるんですよ。キジンチョウですね、日本語で言えば。これっていうのはスポーツ系のアパレルですね。スポーツシューズとかウェアとかそういうののメーカーなんですけども、この会社がですね倒産するんじゃないかということで注目されてるんですよ。ただ日本では知名度ないと思うので、まずどういう会社なのかということをご紹介しますと、この会社はですね2002年からクイレンニャオ、キジンチョウというブランドを立ち上げて急速に事業を拡大してきた。2014年にはですね上海で株式を上場しています。そしてその次の年にはですね、この会社の創業者はですね、中国の泉州という町あるんですけどね、泉州というのは歴史の教科書にも出てくるような昔からの沿海部の都市です。その泉州で第一の富豪にまで上り詰めた。2015年ぐらいまではもう急速に拡大し利益を上げてたってことなんですよ。ところがですね2018年から3年連続で赤字を出していて、そして今年に入ってですね重大な資産売却の報告というのを行っているんです。重大な資産の売却というのはですね、要するに借りているお金を返せないので、会社の資産を叩き打って借金を返すということです。で、株を公開しているので、そういう報告をしなきゃいけないんですね。重要な資産を売却するときは発表するというルールになっているので、重大な資産の売却の報告というのを今年の11月8日に行っています。具体的にはですね、不動産ですね、会社が持っている建物を売却してキャッシュを作ると、そういうことを行っているんですが、中国ではこういうことを会社が始めると倒産の前兆だと考える人が多いわけです。ちなみに言えばですね、この会社の負債はですね日本円にするとおよそ500億円ぐらいです。そしてですね店舗を3000店舗閉鎖している。このことによってランニングコストを抑えることができるけれども、売上も減ってしまうわけですよね。で、これってコロナのせいかといったらそうじゃないわけです。先ほども申し上げた通り、2018年から連続で赤字を出している。では、先週第一の富豪に上り詰めてから赤字を出すまでの間に、この会社に何があったのかっていうことなんですけども、このか。ここ入るようになっちゃったね。最新のテクノロジーで家族のスマホに安心を作ってきたトーンモバイル。まさかドコモの仲間になるとは。これで親も安心、子供もハッピー。あのスマホを使います。これ味にいいの？トーンモバイル、フォードコム、全国ドコモショップ内のショップ。この会社はですね、儲かってきたので、その金を使ってですね、いろんな会社に投資を始めたんですよ。本業と、まあ、関わりなくはないぐらいの、つまり本業とは違うビジネスに投資をし始めた。具体的にはですね、他の会社の株買ったりとかするわけですよ。別の業界にどんどん投資をしていったんで
ですが、それがですね、ことごとく損を出して、一時期は中国のアパレル業界では相当勢いのある大企業だったんですけども、今になってもうこの会社どうなるかわからんと、そういう状況になっています。で、ここで申し上げたいのは、中国にはこういう風な会社を見せよう、全然違うビジネスを始めるんですよ。例えば最近で言えばですね、恒大グループ、不動産デベロッパーなのに電気自動車を作る会社を立ち上げるとか、そういうことって中国では珍しくないんですね。本業と全く違うところに投資するので、よく分かってない、だけどなんか儲かりそうだとか、この会社多分大丈夫じゃないかなということで、よく分からないで投資して、で、うまくいけばですね、財閥化していくわけですよ。レストランやったりホテルやったり、どれも儲かればですね、どん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 事業を拡大できるんだけども、しかしですね、株が安いとか簡単に買える会社とかっていうのは、なんか問題があるかなっていう場合もあるんですよね。部外者はそれ判断できないことも多いので、投資が失敗するってこともあるわけです。今回ご紹介しているアパレルメーカーはもうまさしくそれで、別の会社への投資がですね、ほとんど全て赤字ということで、本業すらままならなくなっているってことなんです。これって日本の企業はあんまりやらないと思います。例えばですね、サントリーがすごく利益が上がったから、じゃあ自動車作りますかとか、そういうことやらないわけですよね。ですけれども、日本にも似たようなことをやっているところがあります。それがソフトバンクグループですね。ソフトバンクグループっていうのは何が本業なのか、今となってはもうよくわからないけれども、ビジョンファンドっていうところはですね、世界中いろんな会社に投資しております。その4分の1は中国企業と言われていて、今その投資した中国企業がボロボロになってますね。まあいろんな要因あると思います。コロナもあるだろうし、トランプ時代に始まった締め付けもあると思います。さらに共産党はですね、チベット人とかウイグル人を弾圧してきて、そしてですね、国際社会がずっと何も言わなかったもんだから、調子に乗りすぎてやりすぎたんですね。今になってですね、これが非常に注目されている。日本では人権という言葉自体がですね、ちょっとうさんくさいと思う人が多いもんだから、あまりクローズアップされてませんけども、オリンピックに関してですね、ウイグル人に対する人権侵害っていうのがポイントになって、世界的ボイコットをする話になっております。さらにウイグル人に強制労働させて作っているものを買っちゃいけないと、現在ウイグル人に対する人権侵害というのも国際的には結構大きなテーマになってきています。ということでですね、中国企業への投資っていうのは非常に危険な状況になってるんだけども、ソフトバンクはすでにたくさん投資をしてしまってるので、ソフトバンク旅行者の皆様へ、推定餌食時間帯で快適旅行、日頃から健康チェックを習慣に、旅行前体調不良を旅控え。The Christmas season is near and dear to my heart, as I know it is to many of you. Given all that we have experienced during this past year and more,May I share a message about how we can help transform lives during this special time of year? As you watch, I invite you to ponder the ways you personally can reach out and help others experience the light of Jesus Christ this Christmas. Christmas, some are still waiting for the lights to come on again. That is why we love to share the light of Jesus Christ
when so many around us are burdened with fear and uncertainty, I invite you to make room in your heart for those around you who may be struggling to see the light of the Savior and to feel His love. No gifts will mean as much as acts of pure love you offer to the lonely, the worn down, and the weary. These are gifts that remind us and them of the true reason for the season, the gift of God's Son, Jesus Christ, who was born to cast out all fear and bring everlasting life and joy to all who follow Him. I wish you, my beloved friends, a very Merry Christmas and a joyful season helping us see and feel the light of Jesus Christ. グループ全体として見たときにかなり危うい状況なんですね。ソフトバンクグループの業績って今年は1兆円多かったとか今年は1兆円少なかったとか、ちゃんとした自分の本業を持っている会社ではありえないような波がありますよね。普通の商売してたら今年は1兆円利益が増えた、今年は1兆円利益が減ったとか、そんな大きな波は起こらないんだけども、ソフトバンクグループはですね、何か本業でしっかりとした確固としたものがあって、余剰でどこかに投資してるとか、自分の商売に関係あるところに投資してるとかっていうことじゃなくて、将来伸びそうだなっていうところに投資してるんだけども、それっていうのは中国企業がやりがちな商売のやり方なんですよ。よくわからないところでもどんどん投資してしまう。株価が世界的にどんどん上がってればすごく利益が上がってくるんだけども、一度低迷が始まるとですね、儲けるために投資をしたのに、投資をしたその会社自体が足を引っ張られて業績が悪化する。業績が悪化するだけで済めばいいんですけどね。今回ご紹介した中国のこのアパレルメーカーっていうのは、もしかするともう倒産するんじゃないかというのはですね、会社の有料な資産を売却して借金を返すっていうことをやってるので、一時しのぎなんですね。店舗も閉鎖する、重要な資産も売却するってなってくるとですね、本業で稼ぐ力っていうのはどんどん低下していくわけです。なので先細りになっていってしまう。そしてまだ借金は残っている。そういうことになればですね、普通に考えればこの企業もう終わってるんじゃないかっていうふうに判断するのが普通だと思いますね。まあ、ただし中国の場合は共産党マジックがありますからね。政府の強力なバックアップなどが入れば話は変わってくるんですけども、現在寒いかな、うん、確かにちょっと寒かった。それでは皆さん行ってきます。